どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、簡単バージョンではこっちの初めてウクレレコンサートモデルも使いますよ。はい、いろんな曲に挑戦していきましょう。ちょっとお知らせ、はい、こちらイベント開催です。いよいよ今週はあとちょっと8月18日仙台からスタートするガズレレツアーです。皆さんぜひお越しください。仙台に引き続き9月2日は名古屋で、9月の9日と10月21日の東京大阪はチケット完売です。ありがとうございます。そのちょっと11月2日横浜です。つまり今この3会場でチケットを、ご予約ご購入いただけますので、ぜひとも会いに来てください。もう面白いイベントになります。紫色の本が出てばっかです。これチェックしてますか。あと続けてこれガズピアノです。ガズさんって世界一簡単ピアノ教室もやってるんですよ。知ってましたか。ガズピアノでなんと本が出ます。びっくりしました。これも現在予約開催中でございます。予約開催中。Amazon とかで、ガズピアノってやったらね、もう出てきますんで、ぜひご覧になってください。それとあと今使ってるね、G ラボウクレレの YouTube チャンネルをオープンしました。そのことについて昨日ご案内してますので、ちょっとここご覧になってください。楽しいですよ。はい。それでは今日のレッスン始めていきましょう。本日はですね、ガズレレでもかなり、取り上げているハワイアンソングでございます。ハワイアンソング。ガズレレでめっちゃ取り上げてるんですよ。ちょっと他にどんなハワイアンソングがあるのかなという方、概要欄にハワイアンソングまとめてる1ページをちょっと貼りますんで、もう相当な数やってますけど、今回、またハワイアンソング。もうこの曲はね、いいですよ。なんと、入門コード2個って、2つだけです、コード出てくる。曲名は、イコナ。という曲でございます。この曲はもうハワイアンソングとしてはもう本当に有名なもうレジェンド中のレジェンド曲でございましてですね。ハワイが好きな人であれば一度や二度はもう必ず聞いたことあるというそんな曲でございます。もうフラのね曲としてももうすごい有名なんですけどね。この曲コード2個なんですよ。で、これは粉、ハワイにある、ね、粉をね叩いているという歌でですね。すごいもうね、なんかこうゆったりしたあの雄大な感じ、現れている名曲です。ガズレレ式でやったらですね、楽しく簡単にできますからね。で、いつもなんですけど、ハワイアンソングって、ガズレレではですね、歌詞をですね、ひらがなで表記しております。これがですね、面白いことにね、ハワイ語っていうのは文字を持たない言葉として有名なんですけど、英語も無理くり当たり前っていうところもありますんで、じゃあ僕らの歌いやすい、ひらがなで書こうというのが、もうガズレレでも定番になっております。さっきも紹介した概要欄に貼ってるハワイアンソングもひらがな表記になってるんですよ。だからその辺がかなりご活用いただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。コード2つですからね。後半はですね、かっこいいバージョンなんですけど、ちょっとリズムこだわっております。ガズレレならではの素敵なゆったりアレンジでお届けしてますんで、2バージョンぜひとも最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今までは音楽私できないです。もう不器用だからきっと無理とか言いながらもやりたいなと思っているそこの皆さん、すぐできます。もうちょっとしたらどなたでもどんな人でもあっという間に弾けちゃうガズレレのメソッドの、レッスン動画のこのリンクをここら辺に貼り付けます。このリンク先にジャンプしてもらって上から順番に動画、YouTube 動画見ながらウクレレ触っていただくだけでも本当にあっという間にできますからね。さあ、それでは皆さんここからですよ。始まります。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた、もうね、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1800曲、もういや、もう1900曲ぐらいあると思います。2000曲近くのね、テーマソングがそこに揃っております。いっぱいあるんで探すのね、大変かもしれませんので、1個の例ですけど、大好きでやってみたい曲、スペースガズレレという感じで、YouTube の中で検索してみてもらうと結構出てくると思いますよ。はい。さあ、それではやっていきましょう。ハワイアンソングのレジェンド曲、イコナ、ガズレレ式。超シンプル簡単バージョン入門コード2つ、ゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。Man.
ってみました。いやーもうこれを奏でただけですね、あもうハワイに行っている気分になります。これ気持ちがいいですよ。ただやっぱりハワイ語ってちょっと歌いづらいですよね。であれね、カタカナとか英語で書いたら余計歌いづらい。ひらがなどうですか？ひらがなが一番読みやすいんですよ、我々日本人にとってはね。ぜひあの参考にして、どんで、まあ弾き語りはやっぱ歌中心ですからね、どんどん歌っていきましょう。今聞いていただいたように、あのコード2個ですから、 C と G7 しか出てこない。素晴らしい。音楽って本当無限の宇宙ですね。この二つのコードであの世界観、雄大なハワイの粉を思わせる情景をこう宇宙を作れるんですから、皆さんこれぜひ味わっていただきたいなと思います。ただし歌はね、やっぱハワイアン独特のあの裏声とか出てきて、すごくこうなんかこうあのムードで歌いたいんですけど、あの簡単ではないですよね。まあガズさんもすごくこうあの今イメージしながら歌ったんですけど、皆さんこの辺面白いところなんでぜひ取り組んでください。今のはですね、一応フルバージョンで行っております。ハワイアンの曲っていうのは大体ね、1番2番3番とあるとすると、1番2回繰り返し、2番を2回繰り返しみたいな感じ、あの繰り返しが多いんですね。今日は一応そのフルコーラスバージョンで一応やってみました。いかがだったでしょうか。はい、まずね、ガズレレのね動画ってね、あの歌詞とコード今出てたでしょ、あれが出てるんで、まずねあの演奏して練習始めてくださいね。1個目のゴール設定はですね、ガズさんの簡単版の動画と一緒に弾いて歌を弾けたり、一緒にできたら合わせてね、これも素晴らしいことだと思います。ちょっとね歌やっぱり歌いづらいっていうのはあると思うんですけどね、あのひらがな表記でもね、そこまでやってもらって、もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はですね、ガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初からこれハワイ語の言葉とねコードは2個だけど、やっぱ覚えるの大変です。だからどうしたらいいかというと、最初はですね楽譜的なものを見てですね、何回も何回も練習して、いずれは覚えちゃうって、まだハワイ語覚えるのは難しいかもしれないですけど、とにかくいずれはある程度覚えちゃって、本当それこそね、ハワイのコナに行った時にこう歌う、ハワイを思いながら歌う、こんなのがねいいと思うんですけど、はい、でも楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のねガズさんの演奏は、このガズが手書きで書いているノートに書き出したものを見て演奏していきました。見てください。ガズレレレになるとですね、このイコナはですね、ハワイアンソングは、はい、ひらがなになっちゃうんですよ。これがテロップでは一応英語も書いておいたんですけれども、これがですねなかなか役立ちます。はい、もうちょっとしたらこのノートをですね、こんな風に大きく写して、みんなもこれ見て書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたイコナを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックがあるんですよ。今まで取りためたね、その中からね、皆さんがやってみたいな、面白そうだな、興味あるなという曲、毎月5曲お選びいただいて、お手元にデジタルデータとして即座にダウンロードして即練習に入っていけるよという画期的なサービス。もちろんその楽譜っていうのは全部ガズレレ YouTube のレッスン動画に紐づいてますからね、すごいいいサービスなんです。ご活用ください。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回、めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきましょう。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね落ち着けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してできるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよガズって。毎朝7時半からスタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称してガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあそれでは楽譜の方を見ていきましょう。イコナ、ハワイアンソングのもうレジェンド中のレジェンド曲でございます。ジェームス・
カレーポロさんが作られたということに、聞いております。はい。いろんな方がカバーされてるんで、でもいろんなバージョン出てますよ。リズムのアレンジから歌い方からね。はい。今回はガズレレのアレンジで、オリジナルアレンジでお届けさせていただいております。これイントロもね、いろんな、ね、アレンジがあるんですけど、今回はこんな感じでちょっとやってみました。はい。で、ここから歌は始まるんですけど、これ、あいあいこんなって感じで始まるんですけどね。で、ここ2回繰り返すわけですよね。そうそう、ここがですね、見てください。2個書いてあるじゃないですか。繰り返すときはこの、あいやってやる。ここ一緒でしょ？もう一回ここやるっていう合図で。二回目来た時はもうこう二番に入っていくわけですね。こんな風に書いてます。はい。これをですね、今こんな風にでっかく、画面に映しとくんで、お時間ある方は一時停止してノートなどに書き出してください。それとですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このね、イコナの楽譜、お手元にダウンロード、このままのでデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃおすすめです。ガズのノートの特徴を見てください。この上に、言葉の上に点が書いてあったら V が書いてある。書いてあるでしょ。これね、ちょっと やりますと、あいあいこなかいのぷはいからにって、これ、この点がリズムになってるんですよね。コードを変える白の巣がここに書いてあったりとか、あと歌詞カードはですね、もう歌詞を見ても英語が並んでるだけなんですけど、こう伸ばすところとか、これ、英語ではこう伸ばすっていう表現できないですからね。ひらがなでこう伸ばすところとかっていうのはガズレレならではのこれ表記で、アルファベットがこういう風に並んでても全然どこ伸ばすかわかんないわけですから、これはかなり参考になると思いますね。ご活用ください。はい、お時間ある方はこれね、このまま書いてもらうのいいと思います。まず1番、2番です。これ、1番2回、2番2回って繰り返していくわけですからね。はい。そして同じコード進行で感想、ルルールールーって感じでこうね、メロディー歌ってました。本当はここにね、スティールギターとかね、スライドギターとか、ハワイアンの感じが出てくるとかいいんですけどね、一人で弾き語りだからね、メロディーを口で言います。はい。そして、ここ3番なんですけど、3番も2回繰り返します。感想は1回だけにしましたけどね。3番も2回繰り返す感じなんですけど、ちょっとここ見てもらうと、ここ、まあ、もう1回繰り返しますね。3回、2回って、一番最後になったらここ見て、ラスト。かっこいいバージョンで、ここにちょっと決めのフレーズを入れてみたいと思います。はい。これちょっとね、面白いフレーズなんで、見てみてください。これがね、ガズレレ流のイコナの楽譜でございます。ぜひ、ご活用ください。出てくるコード見て、入門コード2個。これはもう説明不要。C と G7。この2個だけですよ。ヤシの木も2個並んでますけどね。2個でニコニコでございます。はい。C と G7。これはもう言わずもがなの、ウクレレをね、を習いたいなと思った人は、最初に覚えるうちのね、2つですから。はい。ぜひ皆さん、これ。活用してください。一応、レクチャーしておくと、C っていうのはここですよ。下1本、ここ。下から3番目。G7 っていうのはこことこことこの三角形。ちょっとだから初心者だと G7 押さえるの難しいかもしれないけど、C と G7 だけだからこんな風に、ちょっと G7 の時は角度をね、こうやって、こういう角度変えるのがいいんですよ。これやってみてください。で、一応ちょっとね、余談ですけど、これからウクレレずっとやっていきたいなと思う方に、これを紹介したいです。これはね、ガズレレ必須コードといって10個の入門コード。ウクレレやる上でこの10個覚えておくとすごくいいことばっかりなんで、以前私がめちゃくちゃわかりやすくね、解説してる動画、ここにひとまずリンク貼っとくんで、ちょっと余裕出てきたらこの動画を見てですね、10個のことを楽しくマスターしてくださいね。はい。それをちょっとお伝えさせてください。そしたらですね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、やっぱりね、これ、何回も言いますけど、これ歌の世界観でやっぱり持っていく曲だと思うんですよね。C と G7 の2つなんですけど、やっぱ歌のドラマ性っていうのかな。やっぱあれは本当いろんなねパワーエアのアーティスト様をもう名だたるアーティスト様がもうカバーされてるんで、 YouTube を見たらいろんな方がねカバーされてるんです。それぞれのねもうニュアンスが素晴らしいんですよ。女性の方のバージョンがあったりね、やっぱあれを聞いてるとね、ああいう風に歌いたくなってきますから、もうぜひあの気分になりきってやっぱ歌う、それが大事かな。あとやっぱりハワイを思い浮かべながらとか、海とかそういうなんかこう雄大な空とか雲とか、そういうねやっぱり感情と一緒に歌うのがキーポイントになると思いますね。心込めて歌っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、なんと出てくるコード全く一緒でございます。じゃあ何が違うかというと、エンディングでちょっとフレーズを、エンディングのフレーズを入れたいのと、やっぱりリズムでございます。リズムはですね、いろいろハワイアンのアーティストさんたちもいろんなアレンジがこう、繰り広げられてて、すごい参考になるんですけど、今回ガズレレのアレンジはちょっといろいろ考えたんですけど、ガズレレではですね、すごいおしゃれなリズムがちょっとあるんですよ。今日出てくるリズム、これです、ドン。レトロビート。このレトロビートとガズが勝手に命名している弾き方で行ってみようと思います。ちょっとレトロビートやってみますと、 C で弾くとこんな感じです。すごいなんかこうゆったりでしょ。歌入れてみると、いいでしょ。はい、これをガズレレではレトロビートと命名しております。
この弾き方できるようになるといろんなこう世界広がるので、他の曲にもいろいろアレンジが効きます。レトロビートの弾き方解説はここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中からレトロビートという、もう濃厚解説レッスン動画がすでにそこにアップロードされておりますので、じっくり見て練習してみてください。レトロビートはもうこういうゆったりしたこういう揺らいでる曲にすごくぴったりでね、ちょっとリズムを跳ねてるシャッフルのリズム、これがまあ、すごく素敵だなと思います。ゆったりゆっくりやるのがポイントになると思います。ね、この親指で、この時間を稼ぐというか、ちょっと斜めに使って時間稼ぐといいよってその動画でも言ってますけどね。ちょっと慣れた方はこの親指で今ドロロロンってやったところを、こういう指の動きでね、やるのもいいかもしれない。やってみると、こっちのちょっとね、テクニックがいると思うんですけど、だから親指の方がね、みんなにはちょっとやりやすいかなと思いますね。このとにかくドンドランダンダチャッカドンドランダンダ、これでやってみようと思います。はい、でもうね、今日リズムの説明はもうこれで終わっちゃったんですけど、イントロのとこでね、ワンブロックコード2個出てくるとこがあるんで、そこのレトロビートだけちょっと紹介しておきましょう。イントロやります。せーの、いいですね、レトロビート。次出てきますよ、ここ。こんな感じでドゥンドゥルダンダドゥンドゥルダンダ、こんなムードでいいと思いますね。はい、こう流れるようにやるのがポイントです。あとはこんな感じでリズムキープしながらずっとこう曲を演奏していって、一番最後の最後でハワイアンっぽいなという感じ のエンディングをちょっとね入れたいと思います。ちょっとやってみましょうか。じゃあ最後の最後やってみます。アオエルアメリキアイメロノエ、次ですよ、シーで一番最後ここです。いいでしょ、今のなんかこうハワイアンっぽい終わり方だなという感じで、ハワイアンソングで終わるときよくねガズこの感じのやつを弾きたくなっちゃうんですけど、一応解説しとくと、C を最初ワンブロック弾いたら一番最後で一弦の3567、一弦の3567、いいでしょ、3567で止めて C を弾く。これ結構簡単にできると思います。ただシャッフルのリズムなんで、この辺のね、最後溜めて弾く、3567、1弦だけです。これはちょっとね慌てずに、まず人差し指で、ね、3フレットを置くのがいいかもしれない。こんな感じ、ガズは3567こうやってやってます。はい、まあでもそれぞれの1本指でもゆっくりやったらなんとかできるかもしれない。はい、こんな感じでちょっとエンディングでね、ほっとこうね、綺麗に終わらせてあげると、さらにこう、いい感じになるんじゃないかなというふうに思います。まあ、この曲はその、ゆったり感と速くならないの、ガチャガチャしちゃダメですよね。やっぱり、柔らかい感じがいいです。力入れて、なんかガチャ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 じゃなくて、ほんとこう、優しい、こう、丸みがあるというか、とろみがあるのがいいと思いますね。あと忘れちゃいけないのは、歌詞の内容をですね、じっくり把握するのがいいと思います。ホームページで、イコな歌詞って調べるとですね、ものすごい親切、丁寧な、和訳が、歌詞の内容を上げて、くださってる方がもう本当に素敵な方々がいらっしゃってですね、歌詞のね意味が分かるようになってます。ぜひ和訳も読んでですね、その心持ち気持ちと一緒に、込めて歌っていきましょう。さあそれではやっていきましょう。イッコナガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1 2 3 4
ピッコなハワイアンソングのレジェンド曲カズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりいいですね。なんだかんだやっぱりウクレレでハワイアンをやるっていうのはすごい素敵です。私もねハワイめっちゃ好きなんでですね、歌ってるとですねまあいいなと、空気をね太陽をこう浴びに行きたいなって、そういう思い、そういう思いをね今まさにちょっと行きづらい時期ですから、それもやっぱり思いとして乗っけてこの曲ぜひ演奏してみてください。さっきも言ったけどハワイアンソングガズレでたくさん取り上げたり概要欄に貼っときますね。他の曲いろいろ見てみてください。ちょっと冒頭にもお知らせしましたけど、ガズレレ2年ぶりのイベントということでご紹介させていただいてるんですけど、本当ありがとうございます。9月の9日と9月の9日の東京吉祥寺と10月21日の大阪、梅田なんですけど、ソールドアウトです。皆さんありがとうございます。とはいえまだあと3会場、まだチケット予約受け付けておりまして、ね、旅に出ましょうよ。まず8月18日仙台です。皆さん、ずんだ餅と、牛タンと、笹かまぼこを食いにグルメツアーと一緒にで、いやなんか来るのはいかがでしょうか。夏休み中ですよ。8月18日9月の2日は名古屋です。名古屋といえばもう手羽先とですね、あと台湾ラーメンとですね、と食べ物ばっかりなんですけど、ウイローとかありますからね。はい。で11月2日は横浜です。横浜といえば中華街だとかね、いろんな美味しいものありますから、中松とかまで行くとねもうおしゃれの店もいっぱいし、そんな感じで他のものとこう抱き合わせでこうガズレレツアー参加するいかがでしょうかということでご案内中です。概要欄にリンク貼っておくんでちょっとしっかり見ておいてください。あとそれとこの本ね、紫色の新しい、簡単ウクレレソングブック4も大好評新発売になりましたんで、はい、100曲入りのもうね名曲ゾロです。こちらもゲットの方よろしくお願いします。あと皆さんこれ入ってますか、ガズレシピという、アプリがあるんですよ。ガズレレのガズレレではですねアプリもあるんですよ。楽譜が見れるようになってます。ぜひ皆さんまずスマホとかタブレットにこのアプリを入れるのは無料ですからね、入れてください。で無料で見れる動画もあるんですけど、この中でもう何ブロックもガズが取り上げてる曲の楽譜がそのスマホとかタブレットで見れるんですよ。自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかもついてるめちゃくちゃ便利なアプリがあるんですね。でこれはこの度新しい曲また40曲追加されてかなりの曲数になってます。ちなみにガズレシピで、載せている楽譜っていうのは、リットミュージックさんの簡単版だけじゃなくて簡単版とかっこいいバージョンが両方載っている、またねオリジナルのデザインされた見やすい楽譜になってますので、とにかくまずアプリをダウンロードしてもらって、もし気に入ったらその曲1曲からでもブロックでも買えるようになってます。そしてですね、なんとこのガズレシピの楽譜の本当の本のバージョンも今発売しております。こっちもめちゃくちゃ大好評でございます。 Amazon でご購入いただけるんで、ぜひともちょっと Amazon でガズレシピとちょっと検索してみてください。あとですね、期間限定で発売しているウクレレはもちろんのことですね、ここにいつも挟まっているガズ両親手作りの水引きだったりキャップだったりストラップだったりT シャツだったり、いろんなグッズとかもあります。まずこのガズレレ .com、このホームページを見てくださると、いろんなものがね、載ってますので、ぜひ見ていただきたいのと、あと、最近ガズがもう一個始めてる、ピアノのレッスン動画、どんな方でもあっという間にすぐに弾けちゃう、ガズピアノという YouTube チャンネルも、こちらも結構盛り上がってて、かなり面白いことになってます。これね、クレレ始めている方にめちゃくちゃおすすめです。鍵盤楽器が夢のように簡単に、まさに皆さんがウクレレで簡単に音楽をされたように、今度は鍵盤でもできるようになってます。こっちもぜひご注目ください。それでは皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。ガズレレ、ガズピアノ、両方で、あっちからこっちから音楽を楽しんでいこう。皆さん、バイバイ、ごきげんよう。